ゾイ・パレオロギナ、または、ゾエ・パレオロギナは、モスクワ大公イヴァン三世の二番目の日。最後のビザンツ皇帝コンスタンティノス十一世、パレオロゴスの名にあたる。ロシア名、ソフィア・フォミーニチナ・パレオローク。マヌエル二世、パレオロゴス皇帝の息子で、モレアス先生校を務めるソマス・パレオロゴスとその妻、カテリーナ・ザッカリアの末娘として生まれた。1460年。 オスマン帝国のスルタンメフメト二世によってモレアが征服されるとゾイは二人の兄たちと一緒にローマに亡命した。ゾイはローマでソフィアと改名した。ソフィアは聖教徒として生まれたがおそらくローマでカトリックに改宗したものと思われる。1469年ソフィアは聖教会とカトリック教会の再統一を目論むローマ教皇パウルス2世から ロシア軍主イヴァン三世との結婚を進められ、これを承諾した。ソフィアは、大勢の従者を引き連れて、ロシア入りし、プスコフ市で盛大な歓迎行事が催され、ソフィアも民衆に感謝の言葉を送った。ソフィアは、最初の妻マリア・ボリソブナを亡くしていたイヴァン三世と、1472年11月12日に、生新女就寝大聖堂で結婚式を挙げた。 ギリシャ人のヨハンネス・ベッサリオン数奇教が、教会合同を提案するため、ロシアにやってきたが、この合同は実現しなかった。後年、ソフィアは、夫の政治決定に、大きな影響力を持つようになった。大公費は、女才ない性格と言われ、イヴァン三世は、ソフィアの優雅がままになっているとも噂されていた。結婚した1472年、ソフィアは、夫が、 モンゴル系の近隣の諸王たちに貢ぎ物をして機嫌を取っていることに衝撃を受け、夫を説得してモンゴル人への功能を1480年までには完全に止めさせたとされる。またソフィアは初めてモスクワのクレムリン宮廷にビザンツ式の儀式と煩雑な宮廷儀礼を持ち込んだ人物だと考えられている。またソフィアはモスクワを 第三のローマとする思想を気に入っていた。当時のロシアの王族や貴族の女性は、公の場から隔離された生活を送る決まりであったが、ソフィアはこの習慣に従わなかった。大公妃は、女部屋に閉じ込められなかっただけでなく、西ヨーロッパの王妃たちと同様に、外国施設の越験に応じていた。晩年、ソフィアは、自分の産んだ息子、バシーリーを、 夫の後継者につけるよう画策し、夫と戦災との間に生まれたイヴァン・マラドイの維持、ドミトリー・ブヌクを排除した。ソフィアは、イヴァン・三世との間に9人の子女を設けた。ありがとうございます。